茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城だらだら探検隊、隊長の龍でございます。いいね。チャンネル登録よろしくです。今回は道の駅常陸大宮川プラザに来ております。袋田の滝、その帰り道に下小川駅のイルミネーションを撮ってきたわけですけども、さらにその帰り道、トイレ休憩も兼ねて寄った道の駅でございます。イルミネーションがね、少しなんですけども、こうキラキラと輝いていましたので、撮ってきました。はい。でこれだけじゃ何なんで、以上ね、ぐるーっと回ってきましたので、その様子をね、ぜひご覧いただければなと思います。川プラザって何だろうと思いましてね、一応調べました。そうしましたら、この道の駅常陸大宮が茨城県内12番目の道の駅として、2016年3月25日にオープンしたそうなんですね。でその時に愛称選定委員会というのが、まあ、あって、その市民に公募して市内を流れる2本の川と広場を意味するプラザを組み合わせた愛称に決定したそうです。その2本の川っていうのが、まあ、久慈川と中川みたいなんですけどもね。はい。川プラザって何だろうなって思いましてね、一応調べました。はい。ということで、短い動画ですのでね、最後まで見てってくださいね。それでは続きをどうぞ。